This is my architecture へようこそ私はアマゾンウェブサービスの桐山です本日は Cookpad から水谷さんに来ていただきました今日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずはじめに Cookpad について教えてくださいはい Cookpad は料理のレシピであったりアイディアを共有するためのプラットフォームとしてご利用いただいています 全世界で約1億人のユーザーの方に利用していただいているのでわれわれにとってそれらのユーザーさんの情報というものを守っていくというのは非常に重要なものになっております私自身はこのユーザーさんの情報というのを守ったりこのアーキテクチャ自身を守っていくというようなために働いています水谷さんの役割はクックパッドのサービスやユーザーのセキュリティを守るということなんですねはいその通りです このアーキテクチャは、その目的を達成するためのものというふうに言ってますけれども、これがどういうものかを説明していただけませんか。はい。このアーキテクチャはセキュリティのログを監視するためのものとしてえっと構成しました。このアーキテクチャはセキュリティの監視をする人であったり、あるいはそのインシデントレスポンスをするをする人たちの助けになるためにあの構成されたものになります。例えば内部的にえっと持っているセキュリティのオペーションセンターのメンバーが利用するものになっています。 このソリューションはセキュリティメンバーの人たちのために作られたということですね。どのように動くんでしょうかはい。このアーキテクチャは3つのパートからなっています。まず1つ目がログを収集するところ、そしてログを保全する、そしてログの分析という3つのパートになっています。まず1つ目のログの収集に関しては、ログをまあその集めるためのいろいろな機能が備わっています。例えば EC2 インスタンスからは FluentD がシスログのメッセージを集めて、 これをファイフォース経由で S の方に保存しますまたいくつかのマネージドサービス例えばクラウドトレールのものに関しては直接 S3 にログを置くことができるのでこれらの機能を使ってログを保存していますさらにサードパーティーのサービスからはラムダを使ってログを収集をしておりこれを経由して S3 の方にログを保存していますいいろいろな白いのログが扱ってるんで,す、ね、では2番目のパートはどうでしょうか はい、2番目のパートはログの保全のパートになります S3 の中に全てのログを保存して S3 のライフサイクルポリシーを使うことによってログの保存期間というものを全部コントロールしています全てのログが S3 に格納されて S3 のライフサイクルポリシーで管理されていると最後のパートはどうでしょうはい最後のパートはログの分析のパートになりますまず短期的的な目的としては ログの中からアラートを見つけることによってそのアラートを通知するということをラムダファンクションを使ってやっています見つけたアラートに関してはスラックの方に通知をするということをしています一方で中長期的な目的としてはログの検索ができるようにするためにラムダファンクションがグレーログにログを転送しますグレーログはオープンソースのログの検索エンジンでこれはバックエンドに Amazon の Elasticsearch サ,サービスを使っています 最終的な目的としては、このらこれらのログを長期的な検索ができるようにするということで、これは監査のためにできるような機能を備わせています。これは Amazon のアテナによって実現されています。ありがとうございます。全体像を理解できました。それでは、この中で最も革新的な部分はどこでしょうか。はい。セキュリティのエンジニアというのは、そのアラートに対してなるべく早く対応する必要があります。 一般的なマネージャーセキュリティサービスの SLA に基づきますとログを処理する時間というのは大体約1分か2分ぐらいに抑えたいというのが要求としてあります一方でリアルタイムにログを処理するシステムが、まあ、その大量のログに関して対応できるようにするというようなシステムを組もうとすると非常に高価になってしまうというような傾向がありますしかしこのアーキテクチャではその低いコストとログの あの処理の時間というのをレイテンシーというものをなるべく下げるというようなことの両方を実現しているという特徴があります今低いコストとおっしゃいましたけどもこのアーキテクチャの中で、まあ、コストメリットはどこになりますか、はい、このアーキテクチャ自体は1日あたり約3億件程度のログを処理していますこれはおよそ 270GB に相当します。 これらのログを処理するラムダファンクションが実際にかかっている値段というのが1日あたり約2ドルに抑えることができています1日約2ドルというのはすごいですねこう一般的なログ監視ソリューションと比較してこのソリューションが素晴らしい部分というのはどこにあるんでしょうか一般的なログの管理ツールに関しては基本的にそのログを収集する前にログのスキーマというものをちゃんと定義しておく必要があります しかしこのアーキテクチャに関してはログの収集のパートにおいてそのログのスキーマというものを定義しないで収集することができます。これはなぜかというと S3 がそのログを保存する時にスキーマというものをまあ気にしないで保存することができることによって実現されています。こうスキーマがないことによっていろいろなログが扱いやすくなってるんですね。それでは最後に将来の機能拡張の予定などありますかはい。 我々としてはそのセキュリティのログを集めたことによってこれらを使った異常検知のシステムを Amazon 政治メーカーを使って実現したいというふうに考えています素晴らしいですね共有いただいてありがとうございますこちらこそありがとうございます今日は CACPAT の水谷さんとセキュリティ監視ソリューションについて話してきました ThisisMyArchitecture をご視聴いただきありがとうございました